ダレン・エベレット・クリスは、アメリカ合衆国のテレビジョン俳優、ミュージシャン、作曲家、インターネットパーソナリティである。また、プロダクション団体チームストキッドのメンバーの一人で、ミュージカル、エーベリー・ポッター・ムシカルと、エーベリー・ポッター・シークルのハリー・ポッター役、グリー、グリーの同性愛者の生徒ブレイン、アンダーソン役、アメリカン・クライム・ストーリー。 ベルサーチの暗殺のアンドリュー・クナナン役でよく知られている。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコにて誕生した。母親はフィリピン人でフィリピン、中国、スペインの血を引いている。父親は投資銀行家で芸術の講演者である。88年から92年まで父の仕事の関係でハワイ州のホノルルに住んでいた。父親は イングランド、ドイツ、アイルランド系である。エンターテインメントの世界に興味があり、5歳からバイオリンを習い始め大学までクラシック音楽の勉強を続けた。ギター、ピアノ、チェロ、マンドリン、ハーモニカ、ドラムすべての演奏ができる。その後、ミシガン大学に進学し、舞台演劇を学んだ。初舞台は1997年の10歳の時、 ミュージカル、ファニーで、その後も、大学生活を通し数多くの舞台をこなした。2012年に、ダニエル・ラドクリフの代役として、努力しないで出世する方法で、ブロードウェイの初舞台を踏んだ。2010年、グリー、グリーのシーズン2に、ゲストで登場して、人気を獲得したため、シーズン3からは、レギュラー出演者になった。2011年に、ユニクロのキャンペーンモデルになった。 ダレンは積極的に LGBT の権利をサポートしている。LGBTQ の人々の自殺を防止するために作られた組織トレバープロジェクト等での活動の功績が認められ、ダレンはバラエティが主催するパワー・オブ・ユース・フィランソロピーを受賞した。2019年2月16日に7年半の交際を経てガールフレンドのミア・スワイヤーと結婚した。ありがとうございます。